パビオンドブルトゥイユ国際土量行局の本部地図パビオンドブルトゥイユはフランスパリ近郊のオードセーヌ県サンクルーにある建物である。1875年から国際土量行局が使用している。この建物の起源は建築家トーマス・ゴバートによって建てられたサンクルー城のトリアノンにまで遡る。建物は1672年にルイ14世によって建てられた。 しかし、1674年の版画によれば、その時点でまだ非対象の建物は完成していなかった。建物は1680年代初頭に完成し、以降、休日の利休として使用されていた。それは、現存するテラスと、1673年にグランド、パーティアの中心に、アンドレルノートルによって作られた、ビーナスの泉への急な斜面を見下ろしていた。 オルレアン号フィリップ2世の殺傷家で、トリアノンは異様に改装され、その息子のルイド・ブルボン・オルレアンによって、パビヨン・ジュメールと名付けられた。1743年、彼は、息子のルイ・フィリップ1世とルイーズ・アンリエットと、ブルボン・コンティの結婚の際に建物を改装した。1785年、ルイーズ・アンリエットの甥いのブルトゥイユ、男爵ルイ・オーギュストルトのリエド・ブルトゥイユは、 サンクルーの土地と建物を王家から買い受けた。それ以降、この建物はパビオンド・ブル・トゥイユと呼ばれるようになった。フランス革命中の1793年にパビオンド・ブル・トゥイユは国有財産として没収された。1802年にブル・トゥイユ男爵が亡命から帰国した時、パビオンド・ブル・トゥイユを取り戻そうとしたが成功しなかった。 1799年に軍によって占領され、建物は深刻な損傷を受けていた。ナポレオン・ボナパルトはサンクルーを気に入り、建物を元通りに改装した。今日の建物の外観はこの時のものである。ナポレオンの訂正の下では、この建物はレパビオン・ディ・イタリーと呼ばれていた。1807年に彼はベスト・ファーレンを、 ジェローム・ボナパルトとその妻のカタリーナ・ホンビュルテンベルクを1810年にはナポリオー妃、カロリーヌ・ボナパルトを1811年にはコラント王、ルイ・ボナパルトとその息子のルイ・ナポレオンを招いた。1814年、建物はアルトワ伯爵の命により建築カルペールによって改装された。建物はプロイセン軍によって大きく損傷を受けていた。 修復工事は1818 18年に始まったが、建物の所有者はたびたび変わった。1848年の7月王政の崩壊後、パビオンドブルトゥイーは公共事業省に割り当てられた。1849年から1853年まで夏の間マチルド・ボナパルトがこの建物を借りていた。1870年のフランス第二帝正崩壊の数ヶ月前、 ナポレオン3世はパビオンドブルトゥイユに天体物理観測所を設置することに同意した。建物はパリ工場船の間にひどく損傷を受けた。1875年11月27日の法律によりメートル条約によって設立された国際土量公局にフランス政府がこの土地と建物を優遇して提供した。1884年に建物が修復され、 1929年に敷地が拡大された。1969年4月25日に国際土壌公委員会とフランス政府との間で締結された協定により、パビヨンドブルトイユは違い保権ではないが部分的に免除を受けている。ありがとうございます。